皆さんこんにちは。今回はシナモンレザンベーグルを作ります。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは普通くらいです。練り時間は6分ほどかかりました。生地が8割ほど練れたら湯戻ししたレーズンを混ぜ込みます。レーズンを混ぜ込んだら生地を練り上げます。生地が練り上がったら1次発酵に入ります。30度で60分発酵させてください。一次発酵が終わったらガス抜きをしてください。ガス抜きをしたら4分割に切り分けます。切り分けたら丸め直します。丸め直したらベンチタイムです。15分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。まず生地を丸く伸ばしてドップ状にしてください。ドップ状に成形できたら今度は細長く伸ばしてください。細長くしたら少しだけねじってリング状にしてください。リング状にしたら二次発酵になります。30度で25分発酵させてください。二次発酵が終わったらたっぷりのお湯を沸かします。お湯には大さじ2杯のモラセスシロップを入れてください。沸騰したら片面30秒ずつつけてください。両面を茹で終わったら表面にシナモンシュガーを振りかけてください。ここまでできたら焼成です。220度で20分焼いたら完成です。